本格的に始まる舞の過酷な試練。しかし、きっと彼女は乗り越えていくはず。舞い上がれ。スワン号が墜落して、ユラさんが大怪我をしてバラバラになってしまったナニワバードマンが復活しましたね。ユラさんの怪我もスワン号もすぐには元通りにならないけど、みんなの気持ちがまた一つになれば、大空への夢は終わることはない。ただし、舞にはこれから過酷な試練が待っているようです。第23話のお話は、舞は晴れてユラの代わりにスワン号のパイロットになった。そして設計を担当しているカリアから言い渡されたのは、5キロの減量とさらなる体力の強化。彼女は朝早くからロードバイクでのトレーニングをし、疲れた体での食事制限。パイロットになると直談判した前だが、スワン号を飛ばすには達成しなければならない目標があまりにも遠く、とても過酷なものだった。五島に住む祖母ショーゴから送られてきたジャムですら口にできない。一方、幼馴染のタカシは仕事で悩み疲れ果てていた。第23話はこのようなお話になるようです。舞は190ワットで50分間、さらに体重を5キロ減らすようにカリアさんから言われましたね。2ヶ月で5キロの体重を減らすということは、ダイエットをしたことのある方なら、個人差はあるものの、その過酷さが大体想像できると思います。しかし、190ワットを50分間という単位は、あまりピンときませんね。学生時代には習っていると思いますが、ワットとは消費電力のことで、家電等で使用する1秒間に消費される電気エネルギー。お金に換算すると、1ワットの家電を1時間使用すると約 0.031 円。190ワットですので、約 5.89 円ということになります。それを人間の力で生み出して飛ぶのが人力飛行機ということなのでしょう。舞はその6円にも満たないエネルギーを作り出すために、過酷なトレーニングをして5キロの減量をしなければならないようです。人の力というのは弱いものですね。しかし、舞の決断はとても強いもので、その力はみんなの夢を叶えるためにきっとスワン号を大空に羽ばたかせてくれるのでしょう。そしてタカシはとても悩んでいる。エンジニアを目指していたのに営業もやらされると言っていました。人と接するのが苦手な彼は営業の方でうまくいかないのかもしれません。第22話では舞の挑戦が始まって、なにわバードマンも再始動。しかし、カリアさんが抜けた穴はあまりに大きく。なにわバードマンでは、彼が抜けてから雰囲気が悪化している。部員たちは優秀なカリアさんを頼りにしていて、彼がいなければ目指す方向にズレが出てしまいます。カリアさんが航空工学を学ぶのは、大型の飛行機の設計をしたかったから。鶴田さんに頼まれ、仕方なく人力飛行機に携わるようになった彼。彼がなにわバードマンにカリアさんを引き入れたわけですから、はじめは温度差もあったでしょう。彼がいなくなった時に備え、密かに設計の勉強をしていた玉本さん。チームの存続を一番に考える玉本さんは、鶴田さんの良き相棒です。パイロットに手を挙げてくれた舞のために、コックピットを彼女に合わせて設計し直してくれたのですが、その設計にコックピット担当の厚美さんが
文句を言ったことで、部員たちの言い争いが始まってしまう。そんな部員たちを見て、舞はどう思うのでしょうか。男同士の言い争いは少し怖くて、黙って見つめるしかない。パイロットに立候補した彼女の肩身も狭いです。玉本さんの設計には、刈谷さんの設計ほどの信頼感がないため、どうしても意見が割れてしまう。みんなで夢を叶えるために、玉本さんなりに努力してきたのに、うまくいかなくてかわいそうです。スワン号の飛び立つ姿はみんな見たいはず。しかし、現実に人力飛行機を作るのは大変なことです。安全に人が乗る飛行機を飛ばすというのは難しいこと。緻密に計算して設計図通り正確に作らなければ、飛行機は簡単に落ちてしまう。そう考えれば、刈谷さんの言うことには現実味があります。スワン号が美しく飛んで新記録を達成するには、夢を叶えたい気持ちと同じだけの優れたアイデアや頭脳が必要。やはりそのためには、刈谷さんに戻ってきてもらわなければ。どうして彼は戻ってきてくれないのだろうか。みんなの気持ちはどうでもいいのかと言いたいところですが、彼はしっかりとした自分の考えを持っています。今回はユラさんがスワン号のテスト飛行で大怪我をしてしまい、設計者の彼は責任を感じてしまっている。人を引き入れるのがうまそうな鶴田さんでさえ、今は彼を連れ戻せない。完璧に仕上がったユラと完璧に仕上がったスワン号が未来で出会うはずだった。完璧に設計したはずのスワン号は落ちてしまい、ユラさんは大怪我を負った。彼にしてみれば絶望的な状況です。設計者としての自信が持てなくなった今、もう一度スワン号の記録飛行をするというのは考えられないこと。ユラさんに自分の操縦ミスだと言われても、彼は自分を責めている。大怪我を負わせてしまったのは自分の設計ミス。引退すると言った彼、それはまた事故を起こしたくないという切実な気持ちがあるからこそ。人力飛行機の飛行には他人の安全が関わってきます。飛行機の設計は乗る人の安全を左右するため、設計者の責任は重い。ジャンボジェット機の設計をしている人はどんな気持ちかと思います。しかし、それでも挑戦しようという気持ちは大事です。たとえチャレンジして失敗したとしても、そこから学ぶこともあったり。舞がユラさんに代わり、パイロットに挑戦しようとしたのは素晴らしいことだと思います。コウタさんが新しいチャレンジをする会社に見学に行ったのは、舞の影響も多少あるのでは。刈谷さんに、お前は待ち伏せが趣味なんか、と言われながら、しつこいと思われようが、舞は彼の説得を試みます。彼女には、一度決めたら必ず実行するという意志の強さがある。スワン号には、なにわバードマンの夢が詰め込まれています。幼い頃からは、見違えるようにたくましくなった彼女ですが、人の気持ちがよくわかるところは変わらない。彼女は自分がスワン号を飛ばし、新記録を作り、みんなの夢を叶えたい。そのためには、刈谷さんに戻ってきてもらわなければ。そういう気持ちなのでしょう。刈谷さんは鶴田さんに、なにわバードマンに無理やり引き込まれたと言いながらも、3年間も人力飛行機の活動を続けた。
俺が乗る飛行機はお前に設計してほしい。鶴田さんがそう言ったのが今でも彼の頭に残っています。だからこそ責任の重い設計者を担当し続けることもできた。彼もまた心の底では人力飛行機と仲間を愛しているのです。舞の情熱に根負けした刈谷さん、戻ってきて早々玉本さんと口論になります。そして玉本さんが刈谷さんにお前の設計やないとあかんと言ったのには感動でした。プライドもあるだろうに、潔くプロペラ班に戻る彼はかっこよかった。しかし刈谷さんが前に出した課題をクリアできるか心配になります。素人でも飛ばせる人力飛行機のはずなのに、プロ並みの減量が必要と朝一の花丸さんがおっしゃっていました。舞が倒れないか心配ですが、体力と減量が両立できるいいヒントがあればいいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。